納比五国神社は、岐阜県大垣市にある神社、大垣城市に鎮座する。岐阜県出身の戦没者18,900、余柱を祀る。1869年8月、旧大垣藩主、戸田氏高が、母親戦争に参加した大垣藩士の戦死者54名を、祀るため、大垣城下の総連城に仮将根祠らを創建したのに始まる。 翌1870年8月、大垣城にの丸を、昇魂城と定めて、誇ら、堺を創建し、再式を取り行った。1875年9月、国庫から、毎年新鮮、再資料、永全費が支給されることになり、関西昇魂社と解消した。1879年には、西南戦争に従軍し戦死した大垣在籍の氏族ら12名を合死した。 1891年の農美地震で社殿が倒壊したため、有志の寄付金のほか内務省から改築補助金として金500円が交付され、1895年10月に再築落成式祭が行われた。1897年及び1900年に岐阜県出身の軍人で日清戦争に従軍して戦病死した253名を行使し、 1904年と1905年に日露戦争に従軍して戦病死を遂げた岐阜県出身者2552名が合祀されると社殿拡張と改築の機運が高まり岐阜県下の在京軍人が中心となって昇魂社改築規制同盟会を組織して寄付金を募集した1906年に工事着手1909年に竣工した 1939年3月27日に関西、納品召喚者に解消し、ついで、召喚者を五国神社と解消するの原による同年4月1日の官報告示をもって内務省指定の納品五国神社と解消した。その後、社元の改築ご造営と新域拡張のためにご造営法三会を設立し、会長に岐阜県知事、副会長に、 岐阜県学務部長、大垣市長、高山市長、岐阜県町村長会副会長が就任し、数計区域内の各町村長、帝国在教軍人文会長等を役員に嘱託した。内務省神社局技士、津波隆の設計に基づいて、造営工事中の1945年7月29日、大垣空襲で本殿、拝殿、社務所を全焼した。 1952年4月28日に日本国との平和条約が発効して主権が回復すると1955年9月29日に五造営法参会を設立して1956年4月に寄港1958年4月21日に本殿が竣工し翌1959年に閉殿及び廃殿が竣工した1965年には 性能運輸送業者、田口里八が大鳥居を奉納した。同年10月26日に昭和天皇と皇潤皇后が第20回国民体育体開業計の折に参拝している。ありがとうございます。